こんにちは、ザツです。今回は三重から奈良まで、近鉄の特急しまかぜに乗っていきます。前回買ってある株主体験で移動します。五十鈴川の駅にいるんですけども、ここにはしまかぜは停車しないので伊勢市駅まで、向かっています。急行に、乗車します。ここら辺は普通より特急の方が運行が多そうですね。なかなか、来ませんでした。どうしたの？写真撮るかな？いや、別にあれだけど、こちらは転換クロスシートでした。奈良の近鉄だとロングシートが、メインですので、なかなか、知らないかもわかりません。ということで、五十鈴川駅を出発して伊勢市駅に向かっています。どこが伊勢市駅に到着しました。五十鈴川駅の方が待避線が、あったりして大きそうですけどね。まあ、何か理由があるのでしょうか。見たことのない塗装の電車が来たので、撮影しました。三重交通島線時代の塗装だそうです。1440系ということで、運行していました。そして島風が入線してきます。ここのところやはり上級の特急だけあって威圧感すごいですね。私も初めて乗るので、結構、ドキドキしながら見ていました。最後尾と先頭車両はハイデッカーになってます。ちょっとした疑問なんですけど、1階部分は何が入ってるんでしょうね。こちら このシートすごいですね。レカロのシートみたいです。国内線 JAL のファーストクラスみたいなシートに見えません？窓が大きくて開放感がすごい。日差しが入ってくる、そしてシートがゆったりしてて、かなり異次元でした。この電車は京都行き特急で、こちら電動カーテン。近鉄って電動カーテン好きですよね。ヤギです。座席はすべて指定となっています。特急券の指定番号の席にお座りください。なお、この電車には島風車両券が必要です。また個室にはで、マッサージ機能ですかね。こちら背中をグッと押されるような感じがしました。で、リクライニングの方もしていきます。すべて電動です。まあ、電動の良し悪しもあると思うんですけど、めっちゃ楽ですよ。で、勝手にレグレストを、上げてみました。お荷物用のロッカーは1号車と6号車にございます。
化粧室とパウダールームは高級車のシートみたいですね。こちらすごいです。国内線のファーストクラスでしょうか。車内は喫煙室を除き全て禁煙です。喫煙室は4号車の前寄りにございます。なお、お座りいただいている座席付近に車内のご案内と車内販売メニュー表を備え付けておりますので、ぜひご覧ください。後ほどアテンダントが客室にお伺いいたします。お弁当、おのおのなどの車内販売サービスを行いますので、ぜひご利用ください。伊勢市駅からご乗車のお客様にはおしぼりをご用意いたしておりますので、アテンダントにお申し付けください。島風ではご乗車いただきましたお客様に記念乗車証をご用意いたしております。カフェテリアのメニューが置いてありました。せっかくなので使ってみないとですね。夕方の3時過ぎ出発でしたので、ケーキセットですね。他にもカレーとか、軽食などとアルコールの類が充実しています。白いシートに大きな窓で、風景が、緑、海外の特急乗ってるみたいですね。最後尾の一番後ろの席を取りましたので後ろ側を映してみました。後ろ側の背景、トワイライトエクスプレス風です。夕焼けなんか見れると、最高なんでしょうけど、三重の風景もすごい素晴らしかったです。奈良は左右山ばかりですので、なかなかこういう風景は見れません。何回も言ってるんですけど、大きな窓に白いシートで、室内がめっちゃ明るいんです。乗車して少し経ってから、落ち着いてからカフェテリアの方へ向かいました。結構運行開始すぐだと、いつも待ってなきゃいけないことも多いみたいですね。こっちはロッカーがありました。無料で使います。洗面台もついています。何もかも電動自動です。で、三面鏡がついています。こちら女性に嬉しいでしょうか。男子便所の方もですね、綺麗に整備されています。最新式のトイレがついてました。で、共用の方は車椅子対応で、かなり大きなトイレがついてます。で、年に1回一番最優秀の車両に贈られるブルーリボン賞ですね。こちらが贈られてます。カフェテリアの方に到着しました。こちらもハイデッカーで、1階と2階を選べます。机の形がふにゃふにゃとして不思議ですね。体に沿って、ぴったりはまるようになってるんでしょうか。
2階の眺めが一段高くて素晴らしかったです。向かい合わせに車両があるとですね、あの屋根が見えるので、まあ、こんな感じですかね。カレー食べる。迷うね。ダブルチーズはチーズ、ね、チョコ、ショートケーキ。これで。これ。じゃあ俺モンブランにしようかな。私の方がモンブランで、かみさんの方がダブルチーズの方を選びました。たまたまだったんですけども、あのモンブランとダブルチーズしか残っていないということでしたので、ちょうど良かったです。コーヒーの方がですね、あの癖がなくて苦味も少なくてすごく美味しかったです。出てきたものが全て一級品でとても素晴らしかったです。で、あの付属品みたいなマドレーヌもついてたんですけど、こちらもあのなかなか美味しくてですね、あのこれだけでも十分かなって思いました。こちらはかみさんの方も絶賛してました。いただきますということで、一口あのホテルに出てくるようなモンブランが出てきてました。あのこれはちょっと車内で提供されるようなレベルでないんじゃないかというぐらい素晴らしかったです。ふわっと溶けてなくなるような感じですかね。ここで停車してしまったんですけど、信号停車でしょうか。で、あのコーヒーなど飲んでたらですね、向こう側から火の鳥が、通過していきましたんで、いろいろ写真とか撮ってました。で、向こうからも写真を捉えてました。この向こうもこっち撮ってるんだ。めっちゃおもろい。向こうもこっち撮ってた。一番前の人、これはすごい場面で、あの素晴らしい風景とですね、あの素晴らしい、ケーキをいただいて、なんと贅沢なことなんでしょうか。あ、そうだよ、すごい、うん、お金もなんかあれやから、ちょっとサポしてかないのということで、お会計をあの座席の方で済ませまして、え、席を後にしました。どこまで行く？山手西大寺。あの標準機の安定性がとても素晴らしくてですね、あの車両移動もあの全然苦になりませんでした。新幹線ほどではないにしろ、あのちょっと前の新幹線に乗ってるぐらいの感じですかね。100系、300系はもう少し揺れてたような気がしますが、全席にコンセント完備で、あのこちらもファーストクラスみたいな、プレミアムシートみたいな感じですね。いろいろ助かりました。今回あまり使わなかったんですけど、机の方は2種類用意されてまして、最近のあの飛行機のシートと同じような感じでしょうか。なんかあれがいっぱいある、ね、
机がいっぱい。私ガタイが180センチほどあるんですけども、大柄な私で、こんな感じです。ゆったりしててですね、楽なシートでした。で、車内がまた明るいんですよね。これが素晴らしいです。何度も何度も同じことすいません。かなり感動しましたんで。伊賀神戸駅ですね。駅はなんか不思議な車両が止まってました、メーテルの顔が映った車両ですかね。そして後ろ向きの眺めです。手拭きと記念、乗車記念をいただきました。こちら あのお手拭きもですね、かなりしっかりした、紙でできてまして、本当必要十分といった感じでしょうか。このシート寝れてしまいます。ぐったりしてました。三重の山の中に入ってきたんですけども、安定性素晴らしいです。この車両で、大和八木の案内が流れます。あと5分ほどで大和八木に到着いたします。お降りのお客様は車内にお忘れ物のないようお支度願います。まもなく大和八木、八木に到着します。柏原神宮前、吉野方面は中央の階段を降りて5番乗り場、大阪上本町方面は3、4番乗り場の電車にお乗り換えです。お出口は左側です。扉にご注意ください。近鉄特急島風をご利用いただきありがとうございました。大和八木駅の方で車掌さんが交代されてました。この電車は京都行き特急島風です。次は大和西大寺、西大寺です。This is the Kintetsu Limited Express Shimakaze bound for Kyoto. The next stop is Yamato Saidaiji. Station number B26. お待たせいたしました。
大和八木駅で90度方向を変えていきます。西向きに進んでいたところを北向きに方向転換していきます。本日は島風をご利用いただきありがとうございます。後ほどの車内に参ります。ご用のお客様はお知らせください。なお乗車区間を変更されるお客様はあらかじめ車掌までお申し出ください。赤く示したところを走るんですけども、柏原線に入って、京都の方を目指します。ここからぐーっとカーブしていってるの見えますでしょうか。日がですね、だいぶ傾いてきてですね、もう少し傾いてくると本当にトワイライトエクスプレスといった感じでしょうか。ここから近鉄柏原線の方に入ります。大和西大寺の車両基地付近ですね。結構な車両がいっぱい止まってます。島風もたまに止まってます。ありがとうございました。 We will soon make a stop at 大和西大寺 Station number B26 Please change here for trains to 奈良、大阪難波、天ヶ崎 and 神戸三宮。Thank you for taking the Kintetsu Limited Express Shimakaze. Yamato Saidai寺から柏原線から京都線に入っていきます。ここで奈良線を越えていかなければいけないために、軌道が結構複雑になってます。お乗り換えのお客様は車内にお手荷物お忘れ物のないようお降りください。お降りのお客様にお願いします。座席のリクライニングなどは元の状態にお戻しいただけますよう、また不要な新聞雑誌空き缶などはお持ちいただけますようご協力をお願いします。お出口は左側、お出口は左側です。扉にご注意ください。本日は近鉄特急島風をご利用いただきありがとうございました。あの軌道を見てみてください。ここから奈良線を越えて京都線の方に入っていきます。結構軌道マニアの人はここら辺好きだと思います。
車します。シートが良すぎて全然疲れませんでした。ほとんど休憩してるのと同じ状況ですね。ありがとうございましたって感じですね。本当に素晴らしい旅になりました。ご視聴ありがとうございました。